チャーはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻艦名はイワナ族の総称にちなんで命名された。北極イワナレイクトラウトイワナ当初は北米沿岸に生息するメバルカの一種ボカシオロックフィッシュにちなみボカシオの艦名であったが、1942年9月24日にチャーと改名された。 チャーは1943年8月26日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年5月28日にウィリアム・ F ・オークニー夫人によって命名浸水し、9月23日に艦長フランシス・ディー・ボイル中佐の指揮下収益する。11月5日にニューロンドンを出港し、12月9日に真珠湾に到着した。 12月30日、チャーは最初の紹介で南シナ海に向かった。1945年1月29日、チャーはインドシナ半島沿岸から1マイルと離れていない海上に堂々と怒りを下ろしながらゴムボートを出して海岸に倒れている二人の味方パイロットの救助任務を実行した。この後、チャーはジャワ海とロンボク海峡を通過中に 攻撃を受けて損傷した、オランダの潜水艦、ズバードビッシュと会合指導艦を護衛した。3月3日、チャーは63日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。軽ーにュニに鈴3月27日、チャーは2回目の紹介で、ガビラン、ベスゴとウルフパックを組んで、フローレス海、ジャワ海及び南シナ海方面に向かった。チャーには、 機雷不説の任務も与えられていた。4月4日、チャート、ガビランのもとに、イギリスの潜水艦スパークの情報によって、軽巡洋艦イスズがこの近海にいることを知った。その時、ベスゴが、イスズ、水雷艇記事、総海艇2隻からなる艦隊を発見、ベスゴからイスズを攻撃するには位置関係が遠すぎた。ため、イスズの始末は、チャート、ガビランに委ねられ。 チャート、ガビランは浮上した後4日間にわたって、10回離から13回里の距離を保ちつつ、イスズラに対する追跡を開始した。4月6日、ガビランは陸岸ギリギリに航行中のイスズを発見し、戦闘配備に着いたが、その最中に、イスズが魚雷が確実に当たる範囲から離れていったので、この時は攻撃を諦めた。ベスゴは500メートルを切る。 至近距離からイスズに対して、魚雷を9本発射したが、イスズではなく、第12号総海底に命中し、これを撃沈した。イスズは、同日の夜に、スンバは塔のビマニに入港し、翌朝椅子図は出港した。チャーが、レーダーで、イスズの出港を知り、ガビランに連絡した。ガビランは6本の魚雷を発射したが、この時1門の魚雷発射艦が故障したので、 5本が、イスズに向けて失踪していった。6時15分、そのうちの1本が、右限環境と一番煙突の間に命中した。この後、チャーが3本の魚雷を命中させて、イスズを撃沈した。イスズは、潜水艦の魚雷による犠牲となった最後の日本、海軍軽柔に洋艦であり、艦隊を追って沈んでいくイスズの最後はチャーでも、ガビランでもなく、 スパークによって確認された。チャーもガビランも爆雷攻撃を避けるために新進度先行していたからである。4月10日、チャーは沿岸貨物船を浮上砲船で撃沈し、4月14日と4月15日には2日間に渡ってマレー半島東岸プール島沖に嫌雷を付設した。チャーは南シナ海を北上し、4月20日に一旦、 スービック湾に入り補給を行った後、4月24日に再出撃して台湾を切れ救助任務に就いた。5月21日、チャーは51日間の行動を終えてスービック湾に帰島した。6月14日、チャーは3回目の紹介でタイランド湾方面に向かった。この頃には目標らしい目標もほとんどなかった。7月14日、 チャーがガソリン輸送潜水艦 E351 を発見し、チャーは両艦と共に匠に E351 を追い詰め最終的にはブルーフィッシュが E351 を撃沈した。7月26日、チャーは42日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。チャーは8月29日までフリーマントルに泊まり、その後修理のため真珠湾に向かった。 修理完了後は、グアムで訓練を行い、1946年1月30日に、新たな母校のサンディエゴに到着した。サンディエゴを拠点として1947年から48年に、かけて極東への模擬巡行を行い、西海岸沿いの作戦活動に従事した。しばしば予備役兵を乗せて2週間程度の訓練巡行を行い、 その後1949年から51年7月まで、メアイランド海軍造船所で、フリート種のおける回収を受ける。この回収によって、水中での航続距離が拡張された。一連の回収作業は1951年11月19日に完了し、チャーは海外配備の準備を行う。1952年3月26日に、韓国における。 国連軍の支援のために出航し、極東各地での紹介を行った。1952年10月2日に、サンディエゴに帰還、沿岸での作戦活動に従事し、予備役兵の訓練巡行も行った。1954年6月11日から12月7日まで、再び極東へ巡行し、航空を呼び、水上艦部隊と共に、対潜水艦船訓練を行い、 紹介を行った。11月9日、チャーニー、紹介席中華民国総統が上官し、巡航を行った。西海岸に帰還すると通常任務を再開し、1957年3月22日から10月14日まで、沿岸での任務に従事した。1958年の秋に、カナダ海軍との合同演習を行う。 その後、1959年には5月6日から10月28日まで極東に展開し、1960年はサンディエゴ沿岸での作戦活動に従事した。その後、チャーは1966年にアグスマイナス328に艦首変更される。1969年6月28日に退役し、 1971年12月20日に除籍。1972年8月17日にスクラップとして売却された。チャーの3回の紹介のうち第2回が成功として記録された。チャーは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。